こんにちは。今日の講義は書籍、集中力がすべてを解決する精神科医が教えるゾーンに入る方法です。この本は精神科医の樺沢紫苑氏によって書かれたもので、現代社会において必要不可欠なスキルとしての集中力に焦点を当てています。樺沢氏は集中力が成功や幸福をもたらす力を持っているとし、ゾーンと呼ばれる高度な集中状態に入るための具体的な方法を詳しく解説しています。特にデジタルデバイスの普及によって集中力が低下しやすい現代において、どのようにしてこの集中力を高め維持するかが本書の主題です。著者は精神医学の観点から脳の働きや集中力のメカニズムについても説明し、読者が実践できる具体的なテクニックや習慣を提案しています。本書はいくつかのパートに分かれており、それぞれが集中力を高めるための異なるアプローチを紹介しています。まず最初の部分ではインプットに関する技術が取り上げられています。ここでは脳のワーキングメモリを活用する方法や効率的な学習法について説明されています。樺沢氏は情報を一度に詰め込むのではなく、少しずつ学び確実に記憶に定着させることが重要だと述べています。またタイムマネジメントの技術も重要で、時間を有効に使うことで集中力を最大化する方法が紹介されています。次に出力に関する部分では、仕事のスピードと質を高めるための具体的な手法が示されています。樺沢氏はタスクを効率よく処理するためのと、ドゥリストの作成法や時間帯ごとの集中力の変化を利用した仕事術を提案しています。特にウルトラディアンリズムという生理的なリズムを理解し、それに合わせた作業を行うことでより高いパフォーマンスを発揮できるとしています。さらに思考に関するパートでは、自己洞察力を高める方法が紹介されています。ポジティブな思考を養うためのテクニックや、雑念を排除するためのルーティーンを作ることが強調されています。樺沢氏は自己洞察力を鍛えることで集中力を持続させることができると主張しています。具体的には短時間でポジティブな思考を促すノート術や SNS を活用した思考法などが提案されています。最後に生理に関する部分では、脳を整えるための方法が述べられています。感情の整理や成功と失敗の振り返りを通じて脳のコンディションを最適化することが重要だとされています。樺沢氏はストレスを管理し睡眠の質を向上させるための習慣を提案し、これらが集中力を高める基盤となることを説明しています。このように現代の複雑な情報社会において集中力を高めるための具体的な方法を科学的根拠に基づいて提供しています。樺沢氏の実践的なアドバイスを通じて、読者は自身の集中力を向上させ、日常生活や仕事においてより高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。この書籍では集中力を高めるための具体的なテクニックや習慣が豊富に紹介されていますが、特に注目すべきは著者が提唱するゾーンに入るための方法です。ゾーンとはスポーツや仕事において最高のパフォーマンスを発揮する状態を指し、著者はこの状態に入るためのステップを詳細に解説しています。樺沢氏はゾーンに入るためには、まず自分自身を理解し、どのような環境や状況で集中力が高まるかを把握することが重要だと述べています。これにより自分にとって最適な集中環境を整えることができるのです。また集中力を高めるためには日常生活におけるルーティンの重要性も強調されています。著者は毎日の習慣を見直し、集中力を高めるためのポジティブな習慣を取り入れることを勧めています。具体的には、朝の時間を利用して瞑想や軽い運動を行うことで脳の状態を整え、集中力を高める効果があるとされています。さらに食事や睡眠の質も集中力に大きな影響を与えるため、バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけることが必要です。本書では集中力を高めるための具体的なテクニックだけでなく、科学的な裏付けも豊富に提供されています。樺沢氏は脳の働きや神経伝達物質の役割についても詳しく説明し、なぜ特定の方法が効果的なのかを理解できるようにしています。これにより読者は単にテクニックを学ぶだけでなく、その背後にある理論を理解することでより深く実践に取り組むことができるのです。
さらに、著者は集中力を高めるためのマインドフルネスやリフレーミングの技術も紹介しています。マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中させることで、ストレスを軽減し、心を落ち着ける効果があります。一方、リフレーミングは、物事の捉え方を変えることで、ポジティブな思考を促進し、集中力を高める手法です。これらの技術は、日常生活の中で簡単に取り入れることができ、実践することで集中力を向上させる助けとなります。このように、集中力を高めるための多様なアプローチを提供しており、読者が自分自身の生活や仕事に応じて実践できる内容が盛り込まれています。樺沢氏の専門知識と実践的なアドバイスを通じて、読者は自らの集中力を向上させ、より充実した生活を送るための具体的な手段を得ることができるでしょう。この書籍は、成功を目指す人々だけでなく、日常生活の質を向上させたい全ての人にとって、非常に有益な一冊となっています。この書籍を読むことで、読者は日常生活や仕事において大きな変化を感じることができるでしょう。まず、集中力を高めるための具体的な方法を学ぶことで、物事に取り組む際の効率が向上します。これにより、タスクをよりスムーズに進めることができ、時間を有効に使えるようになります。例えば、仕事や勉強において、集中している時間が増えることで、より多くのことを短時間で達成できるようになるのです。また、著者が提案する習慣を取り入れることで、ストレスを軽減することも期待できます。集中力を高めるためのテクニックを実践することで、余計な雑念を排除し、自分の目の前のタスクに集中できるようになります。ストレスが軽減されると、心身の健康にも良い影響を与えるでしょう。さらに、自己洞察力を高めることができるのも大きなポイントです。著者が提案する内省のテクニックを使うことで、自分自身をより深く理解することができます。自分の強みや弱みを知ることで、どのように行動すればよいかが明確になり、より効果的に目標に向かって進むことができるようになります。自分自身を理解することで、自己成長の道を歩むことができるのです。この書籍を通じて、集中力を高めるための環境づくりや習慣の重要性も学ぶことができます。自分の周囲を整えることで、より集中しやすい環境を作ることができ、これが日常生活の質を向上させます。例えば、作業スペースを整理整頓することで、気が散る要素を減らし、集中できる時間を増やすことができるのです。また、集中力を高めることは、仕事だけでなく、趣味や人間関係にも良い影響を与えます。趣味に集中することで、より深く楽しむことができ、友人や家族との時間を大切にすることができるようになります。これにより、生活全体がより充実したものとなり、毎日を楽しむ感覚が増すでしょう。この書籍を通じて得られる知識や技術は、長期的に見ると人生の質を向上させる手助けになります。集中力を高めることは、成功を収めるためだけでなく、より豊かで満足のいく生活を送るための基盤となります。自分の目標に向かって進む力を養うことで、未来に対する希望や期待感も高まることでしょう。このように、集中力が全てを解決する精神科医が教えるゾーンに入る方法は、読者にとって非常に価値のある一冊であり、実生活においても大いに役立つ内容が詰まっています。私たちの生活は、情報型やデジタルデバイスの影響を受けており、常に何かに気を取られやすい環境にあります。そのため、集中力を高めることは、仕事や学び、さらには日常生活の質を向上させるために欠かせないスキルとなっています。まず、集中力を高めるためには、自分の脳の働きを理解することが大切です。脳は非常に複雑な器官であり、様々な情報を処理する能力を持っていますが、同時に限界もあります。特に、ワーキングメモリと呼ばれる短期記憶の部分は、私たちが一度に処理できる情報の量に制約があります。このため、集中力を高めるためには、情報を効率よくインプットし、必要な時にすぐに取り出せるようにすることが重要です。また、集中力を維持するためには、環境を整えることも欠かせません。作業する場所が散らかっていたり、周囲に雑音が多かったりすると、集中するのが難しくなります。自分にとって最適な作業環境を見つけることが、
集中力を高める第一歩です。例えば静かな場所で作業する、必要な道具を手元に揃える、スマートフォンの通知をオフにするなど環境を整える工夫が有効です。さらに集中力を高めるためには定期的に休憩を取ることも重要です。長時間の作業は逆に集中力を低下させることがあります。適度な休憩を挟むことで脳をリフレッシュさせることができ、再び集中しやすくなります。ポモドーロテクニックのように25分集中して5分休むという方法も効果的です。このように短い時間で集中し適度に休むことで長時間にわたって高い集中力を維持することが可能になります。また集中力を高めるためには心の状態も大きく影響します。ストレスや不安があると集中力が低下しやすくなります。リラクゼーションや瞑想などの方法を取り入れることで心を落ち着け集中力を取り戻す手助けになります。さらに集中力を高めるためには目標を明確にすることも重要です。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康が整ってこそ真に豊かな生活が送れるからです。健康な体と美しい外見は自信を持って日々を過ごすために欠かせない要素です。そのためには適切なトレーニングと栄養管理が必要です。ここで私が紹介したいのがライザップの結果にコミットするプライベートジムです。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが特徴です。これにより個々のニーズや目標に合わせたカスタマイズプログラムが提供されるため、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にも最適です。トレーナーが一人一人に合ったプログラムを作成し、無理のない範囲でのトレーニングを提供します。具体的には1日50分、週に2回のトレーニングが基本で、忙しい方でも無理なく続けられるスケジュールです。またライザップでは食生活やメンタルのマネジメントも重要視しています。トレーナーが食事のアドバイスを行い、無理な食事制限をすることなく健康的に痩せることができるようサポートします。これによりリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康維持が期待できます。さらにメンタルの面でもサポートがあるため、モチベーションを維持しやすく、トレーニングが続けやすい環境が整っています。ライザップの特徴の一つに、30日間無条件全額返金保証があります。これは、万が一満足できなかった場合でも、安心してサービスを利用できるという点で非常に心強いです。初めての方でも、安心してトレーニングを開始できる要素の一つです。また、無料カウンセリングも提供しており、自分に合ったプランを確認した上でトレーニングを始めることができます。さらに、ライザップは完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行います。これにより、他の人の目を気にせず、自分のペースでトレーニングに集中することができます。プライベートな環境でのトレーニングは、特に初心者や自信がない方にとって非常にありがたい要素です。ライザップの結果にコミットするというテレビ CM で話題になった通り、その効果には自信を持っています。健康的に痩せることができるだけでなく、理想の体を手に入れるためのサポートが充実しており、リバウンドしにくい体づくりを目指すことができます。トレーナーが一人一人に寄り添い継続的にサポートするため、長期的な健康管理が可能となります。ダイエットだけでなく健康管理にも特化したライザップのサービスは、忙しい現代人にとって非常に価値のあるものです。特に健康的な生活を送りたい、体力をつけたい、ストレスを解消したいという方におすすめです。ライザップのプログラムを通じて心と体の両面から健康をサポートすることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。